はい、今から準決勝の1試合目 A ブロック1位通過の松井上杉ペア対 B ブロック2位通過の長尾奥ペアの試合となります。はい、準決勝が今から、ね、始まります。奥長尾、ペアサーブを取りましたね。長尾のサーブですね、はい、長尾選手サーブです。サーブだなぁ、ね、いいサーブでしたね。あれでもね、もう本当 ATP のトップ100以上の、以上って言ったらおかしいけど、もうそれに匹敵するぐらいのサーブですね。すごいね、さっきも本当それでやられてもね。1-1ですね。ナイスサーブ、うん。で松井上杉ペアはこうチェンジとかの作戦が上手ですよね、うん、やっぱりさすが海外の ATP とかを回ってるだけあって、うん、セカンドサーブ、去年の全日本、優勝ペア対ね、過去全日本優勝したことのある、奥長尾ペアの対戦ですけど、今 1-2 ですね。4人とも全日本チャンピオンですよ。すごいよね、うん、全日本でもあんまり見れないカードですよね。入った。さあ3-1、上杉選手がスマッシュで決めましたね。3-1ですね。サーバーが1-3、サーブから1-3、うん、サーブから1-3です。下がりましたね。おー、いいボレーだ。ツーバックとアイフォーメーションで、ね、いろんなことをこのスーパータイブレイクの中で、もう本当にチームワークプレーですね、これね。そうですよね、うん、したことでね、3-3から4-2、うん、やめセカンドサーブだったのでね、長尾選手がもう思い切って前に行って、まあ、プレーしようとしたところだったんですけどね僕らと同じパターンだ ね、 そうですね、リターンダッシュでいろいろやるパターンだと思うんですけど、本当にこのスーパータイブレイクの中にギュッと詰まったこう内容の濃い今展開になってます。もう一本どっちに転ぶか分かんないんでね、上杉選手がサーブ見応えありますよね。これすごいですね。ポイントポイントが大事だし、ここでやりたかったね。やりたかったね。45オーバーの2人が、お、じゃあ少しね、うん、これで、3-4ですね。3-4サーブからで、さあ長尾選手もサーブです。サーブだ、いいサーブ。4-4、今日ねサーブ絶好調なんですよね、長尾選手ね。僕らとやってる時もね、本当サーブが取れなかったです。もともとねサーブはいいんですよ。すごい、ね、ただ、うん、今日はちょっと乗ってますね。いいのがポンポン入ってます。いいサーブだ、乗りだって。この室内っていうのもあると思いますよ、うん。松井
井選手思わず拍手出ちゃいました。いや今のリターンは狙ってましたね、完全に読んでましたね。彼はあれ得意なんですよ、ね、こうねブロックしながら腕力で持っていく逆クロス。僕も34歳の時にあの有明コロシアムの最後の試合松井岩渕チームとやったんですけどね、あれやられましたよ。あれ変わんないですねいやすごい、あれを保ってるのがむしろ上がってんじゃないですか、うん、あサーブのコースね、いいね今の。しっかり結構でも狙ってましたね、うん、しっかりとセンター狙って今。いやあのリターンもあの、うん、捉えてたな。これ64かな。よく取れました。あんなミス俺らの時しなかったね、うん、してくんなかったねやっぱプレッシャーだね、まあ、だからそこら辺がプレッシャーのかけ方とか、うん、やっぱ、ね、やっぱ集中力の上げ方がすごいですね、ここはね。さあ 4-7 アイフォーメーション。珍しいですね、うん、上杉選手出ましたね、うん、上杉選手はね結構やっぱりすぐ前に行く選手なんで、ちょっと今長尾選手がポーチの動きがちょっと早かったかもかんないね、行き過ぎちゃったかも、うん、いいタイミング出ますね。 あれいいですね、やっぱりすごいです、さすがです。本当にこうお互いパートナーを助け合いながらね、ここだっていう時にこう行くから、この4人の試合は本当勉強になりますね。またアイフォーメーションで、ここね、いつもなんですよ2バック。うん、惜しい。松井選手が今ストレートを、ね、狙ってきました。もう思い切ってますよね、ああいうところをしっかりとね。これで8-5。おお。8-6。でも8-6。まあ今まだねこのリードしてるから100歩譲って許されるダブルフォルトですけど、77とか88だと。そうね。一気に流れ持ってかれますからね、うん、おいいロブだ。打ちましたね、ナイススマッシュ、まあ、素晴らしいですね。今ロブが良かったのにね。あのね松井選手はあの、うん、スマッシュの範囲がものすごいです、うん、昔から本当あれは本当に、ね、すごいよね、うん、トップクラスのカバーリングですよ、うん、上は。そこすごいよね、今日もサーブがいい。いいサーブだ。いいサーブですね。あれ本当ジョコビッチも取れんのかな、あれ。うん、すごいよね、取れないんじゃないかな。さあどうなる。ああいいサーブだ。サーブだったね。1本で仕留めれるか。これ見ものですね、うん、ここね。いやもう本当キリキリのこうなんかね駆け引きの中でやってるから、どっち転ぶか分かんないですけどね。さすが松井選手と上杉選手です。
ね、いや今ファーストセットすごかったです。さあこれからどんな話してるかな。かなやあんま話してないね。あんまり見る感じ、うん、あんま話してないね、うん、あの作戦とかもまあまあもうずっと組んでますからね。あそこドライブレーキだこういうねスーパータイブレイクのトーナメントっていうのは多分やったことないでしょ。出たらそれは最強のいいかな。あとやっぱりあのこう座ってる時って相手が近いじゃないですか、うん、聞こえちゃうし、ね、ちょっと聞こえるっていうのもね、うん、あると思うんで、まあ、今流れもいいですしやっぱり、うん、その勢いでいきたいんじゃないですかね、2セット目も。さあセカンドセット起きた。さあどうする。あうん、ガットが切れました。ガットが切れた分まああるあるですよね。プレー中にガットが切れる。ガット切れたらガット切れた側の方の人を狙うっていうね。ちゃんとそれはもうしっかり守って、でもしっかり前行きましたね今ね、うん、今日僕たち一回ガット相手が切れたのに取られちゃいましたね。取られた、うん、それもその切られ切った人に集めてるのにやられちゃいましたそうエース取られちゃった。まあしょうがないよね。俺ちょっとずつプレッシャーかけられてるね。で今のは松井選手が前でこうプレッシャーかけるからね、少し奥にね深く打たなくちゃいけなくなってミスしちゃったね。さあ 0-2 いいロンだ。入ってる入ってる。これもいいロンか。おおいしい。ナイス。ナイスロブだね今の。あの佐々木さんの得意技取られちゃいましたね。うん、ね俺のロブを。あ勉強になるね。この4人のこう組み込んだ感じのねダブルスが。ああ気合が入ってきたな。ここでどうする。奥長尾がここでどうなるか。おおプレッシャーかけてきますね松井選手がね。ここでねちょっとトントントンとね、やっぱりねこうリードしてると、うん、プレーも思い切ってできますし。そうだよね。最初はね最初のポイントすごく大事だね。特にダブルスは流れで結構一気に変えますよね、うんうん、ね。おおギリギリナイスサーブ。高1でチェンジコート。まだ分かんないでしょ。まだスーパータイブレイクはね、まだ半分ですからね。アイフォーメーションして、ツーバックしてね。本当いろんなこう選手ペアによっていろんなこう作戦があってね。これダブルスっていうのは本当その駆け引きとかすごく面白いと思うんですけどね。特にこの4人の試合は面白いですね。またアイフォーメーション。ここはもういつもそうです。うん、おおナイス角度。あしっかりと今2つ取りましたね。結構ボレーのパンチありますね、うん、パチコーンパイプツ熱いサーブ。おうまい。おおおおおお
一番今日の、うん、いいショットじゃないですか、いいポイントでしたね、うん、今今日一ナイスプレー、すごかった。しようと、あ、でも入ってるっていう迷いが、うん、今日俺もやっちゃったね、それ言おうと思ったけど、やめたから自分から言いましたねウォッチかどうか、もう迷ったら手が出ちゃったっていうね、うん、まあ、しゃあない、あれはしゃあない、4号ですよ、追いつきましたね、5号1から4号5号0だったね、5号1だっけ、5号0か5号1か、うん、でもまだ、そこはね、でもあそこしっかり打てるからもう相手がこう後ろ体重になっちゃうんですよね、うんうん、やっぱ振り抜かないとダメね、ああいうの、そうね、さあ4-6長尾選手のサーブです。ちょっと落とす低かったね、であとちょっと力入ってるね、うん、こう見てると分かるね、うん、俺らも多分そうだったんだろうけど、おお持ってったね、今の松井選手フォアからね、今のねパワーで入れ込んだ感じでしたね、相手もパワーだったけど、うん、ちょっとね、うん、先っぽに当たってたけどいいとこ入りました、うわ、あれが。いや本当だからもうあれすごいですね、この速いボールをさらに打とうとするっていうのがすごいですか、うん、うまいね、僕たちあれブロックしちゃうもんね、さっちゃうんだね、あれも行かないと、前にやろう、さあ今一回5-4まで追いついたんですけどね、そのまままた集中力が8-4かな、うん、オーケー、ナイスショット、ナイスショット9-4マッチポイント、9-4マッチポイントですね、さあ奥長尾ペア後がないです、さあどうする、さあ狙ってきましたね、振り抜く、うん、振り抜くわ、そうですね、見ものです、はい、ありがとうございました、ありがとうございました、ありがとうございました、すごい試合でしたね、もう準決勝の試合、もう僕たちが本当に見習わなくちゃいけないようなペアね、お互いこう組み慣れてるペアで、出た試合ですね、全日本チャンピオン同士の戦いでしたけどね、見応えありましたね、ありましたね、まあ、僕たちに最後勝った奥長尾ペアにも頑張ってほしい反面、うん、僕は個人的にはちょっと、ね、うん、松井選手とあの、まあ、去年 ね全日本で優勝してますね、うん、まあ、1位通過ですから以上見せましたね、うんうん、全日本で優勝もしてますし去年、はい、すごいですね、はい、うん、
第1回セカチャレインビテーショナル、ジュンシカップいかがでしたでしょうか。2回目、3回目とね、どんどんこの大会を成長させていきたいですね。そうですね、本当に今回1回目、本当に試行錯誤を、いろいろと皆さんスタッフのみんなで、ね、考えてくださった試合ですけどもね、この大会が本当にこう2回3回とどん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 成長できたらいいと思っております。はい、今回は特別編でしたが、これからも佐藤有本の世界ナンバーワンチャレンジ、セカチャレを、これからも応援よろしくお願いします。ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。ご覧いただきありがとうございました。